皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日は珍しくですね、他のチャンネルさんとコラボしてみようかなと思いまして、こちらご紹介させていただくのはヘア&ライフ表さんのチャンネルでございます。いや、美容師です。ただの美容師です、はい、うちのお店の歌いストカフェの下の店舗さんなんですよね。そうです、2階です切ってカラーしてパーマするお店です。暇さえあればギターを弾いてます。音は出してなんぼだと思ってる外道行く人たちもなんかエレキギターの音聞こえんだけどみたいな感じで思ってんじゃねえかなって。あ、実はですね、一回外人がギター弾いてたらうちの店に来てグーっつって俺セッション求められたことあるんでそれ初めて知った。めっちゃびっくりしました。外あるって楽器の音聞こえたらね、それ好きな人はね、おなんかやってんなって思いますもんね、うん、そんなに音でかかったのかっていうちょっとびっくりしたんですけど、結構爆音ですね。すいません、僕はご飯食べている時とかですね、お前もそれしたからあのダディプラザのことずっと聞こえてくるから、あ、表さんダディブラやってるわって思いながらまあそんな表さんチャンネルなんですけども、今日はなんかこういう、はい、困ったことがあるということで。そうなんですよ、もう昨日の夜、まあ、ちょっとギターを練習してまして、その曲がラウドネスのソルジャーオブフォーチュン。ラウドネスといったらもう滝沢大先生なんで、いやいやすいません、ソロができませんって LINE しちゃいました。いやいや、表さん、今何年だと思ってるんですか2021年ですね。ソルジャー・オブ・フォーチュンって1989年とかっすよ。あ、僕3歳ですね。だって僕が中学校の時、中学校2年生とかバリバリ練習したけども、その時でも全然世代じゃなかったですからね。あ、そうですか？全然違いますよ。今でも旬ですよ。違いますよ。流行りの曲ですよ。どんな時代錯誤してるんですか？じゃあそんな感じで、ソルジャー・オブ・フォーチュンという曲があるんですけどね、このボスハンドっていうですね、こういうこのテクニックがあるんですが、うん、まあ画面の向こうの皆さんもですね、珍しくタブ譜とかも出しながらやりますので、ソルジャー・オブ・フォーチュン知らなくてもですね、一緒にこのギター持って練習していただけたら幸いでございます。じゃあちょっと軽くどんなフレーズかやってみましょうか。何年ぶりにやるんだか分かんないですけど、こんなんで。逆に緊張するな。そうですね、この。はいはい、あの普通できないですからね、これ。この人10分前ですよ、練習したの。本当に。だって中学校の時にめっちゃやったもん。忘れてた曲10分前にやって、俺の昨日の2時間なんなんていう。あと、おもさんなんかある程度フレーズ分かるんですもんね。どんな感じ？そうです、軽く。僕は昨日2時間やってますからね。さっきもその辺で、ね、小1時間やってましたし、ね、僕のスピードですからね。いいじゃないですか。頑張ってますよ、頑張ってますよ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いい感じです。帰りますね。いやいやいや。やっぱりですね、まあはい、まずミュートですよね。そうです。ポイントはミュートなんですよ。じゃあ皆さん、まずですね、右手でこのね、1弦のね、19フレットですよ、ここ。タッピングします。で、左手の中指で、このね、1弦の14フレットをこうタッピングするんですけども、はい、これまず交互にいきましょうか。まず交互に19、14。先生。はい。右手は人差し指でいいですか？右手人差し指で、はい、大丈夫です。左手は中指ですか？はい、中指です。で、この時に超大事なポイントがあるんですけど、この僕のこのね、小指と薬指を見てください。小指と薬指？はあ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 。この常にこのかぶさっている状態にしてミュートしてるわけなんですよね。あ、そこでやってんのか。そうです。この小指、薬指が外れてしまうと、こうね、そう、それ、それなってしまうんで、それこの小指と薬指が常にこの全部の弦を軽く触ってミュートした状態で、言ってよそれ LINE で昨日泣いてたのに。こういうことね。まずこの2つだけでテコテコ、こっちはもう触れてるだけでいいんですよね。そうですね、触れてるだけで大丈夫です。こんな感じでリズムよくテコ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 、中指結構力入れます、これ。ポイントとしてはそのタッピングは基本的にその力を入れるわけじゃなくて勢いよく叩くって感じなんですよ。すっごい軽くでいいんです。勢いよく軽くこのいいところを叩くと、このポジションがずれちゃったりとか、その指のこの叩くポイントがずれちゃったりとかすると音が出ないんですけども、いいところに勢いよく当てれば軽い力ですごい音が出るんで、むしろ逆に楽に、むしろ楽に、ガチガチですけどあ、なるなる、どう力を抜いてどういう風な動かし方をすればすごい楽に弾けるかなみたいなことを考えながら繰り返してほしいんですよ。考えながら、そうです、楽に。
やってもその机でこうトン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 ってしてるだけですからね。これでこの疲れるわけがないんですよ。確かにね、でもこれで疲れてしまうということはなんかトントントンが、はい、じゃあ、じゃあそれ僕です。じゃあその次、テコテコテコって言ったら右手のこの人差し指が単弦の17フレットいきます。タンタン。でこれをまた交互にいきます。チッ。いいですね、いいですね。右手のポジションが変わった時にも、ゆっくりやってもいいですし、早くやった時にリズムよく。テケ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 と。それは早い。最終的にこの弦しなきゃダメだから。泣いちゃうぜ。ちょ、小指が浮いてます。小指が浮いてます。いいですね、いいですね。おはしゃし。で、最終的に、タッタッと。の後に右手左手の人差し指がこの3弦の16フレット。これをねゆっくり、まず繰り返すとリズムよくできますよ。小指が浮いちゃってんのか。浮いちゃってます。で、この小指と薬指がですね、この最初うまい具合にできてるときはこんな感じでまっすぐなってるんですけども、うん、だんだんこう丸まってくるんですよね。ああ、丸まってました。こんな感じでこのアーチになってしまうと絶対もう全部の弦がミュートできないんで、ね、すっごい難しいんですけど、小指、薬指はめちゃめちゃこうまっすぐにした状態にするんですよ。触れてるだけでいいんだもんな。そうです。で、そこをまずゆっくり、リズムよくいきましょう。で、カートを。が丸まっちゃうな。そうそう、こうかぶせちゃっていいんですか。それで結構かぶせる形です。ただちょっと気持ちいい。その表さんの場合、その小指と薬指のこの付け根が結構上にこう来ちゃってるんで、はあ、もうちょっとこう下の方がいいかもしれません。あ、なるほど。そうです、この辺か。あ、そうです。あ、ちょっとそれ下すぎるかな。そうです、その辺、その辺です。で、そこからその人差し指と中指でこれはこう丸める形でこう伸ばしちゃダメなんで、この丸める形でこのそれぞれ丸めていくと。そうです、そうです。おー、いいじゃん、ステージですか。で、それを、最初4回かな。はい。で、その次。と行くんだけども、右手が、タッ、テッ、タッ、タッ。ワン、ワンイエンダー、ツーイエンダー、スリーイエンダー、フォーイエンダーってある中の、ワンイエンダーまで一緒なんですけども、ツーイエンダーのツーの時に右手の人差し指が21フレットに行くんですよね。はい。ワンイエンダー、ツーイエンダー。で、その次の3エンダー、4イエンダーは一緒です。1イエンダー、2イエンダー、3イエンダー、4イエンダー。1イエンダー、2イエンダー、4イエンダー、4イエンダー。これを小指薬指をまっすぐにした状態でリズムをよく綺麗に繰り返すと。はい！はい！そうです、そうです。で、それがね、っていうパターンなんですけども、はい、実際もっと速いですからね。こぼれこれでいかなきゃいけない。聞いたことある。で、次にこのポジションが変わって、右手が2弦の20フレット、4弦の21。お、ワン、エン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 。で、左手の中指は2弦の15フレット、人差し指は4弦の17フレットですね。で、これをさっきと同じような感じで、ワン、ワン、イ、エンダー、ツー、イ、エンダー、ワン、イ、エンダー、ツー、イ、エンダー、ワン、イ、エンダー、いいですね、いいですね、いいですね。ちょっとごめんなさい、口数減ってきちゃった。集中してるから今。で、ここのところはそのワン、イ、エンダー、ツー、イ、エンダー、ワン、イ、エンダー、ツーの時は3弦の20フレットですね。あ、21だ、これ21だ、全然 OK。 そうです、そうです。で、3にまた戻って、1、2、2、3、2、3。その次は3弦の18かな。3弦の18。おー、完璧ですよ。なんかこっちの方ができる。不思議と。ってことですね。その次にまた
と行くんですけども1 E エンダー、2 E エンダー、2の時に2弦の22フレットに行くと22です。また戻る。素晴らしい素晴らしい素晴らしい。で、そのまま今右手と左手のこのポジションをそのまま1フレットずらして、予言が18、20フレットかもしれないですね、予言。あ、20か。そうそうそう。いいですね、いいですね。はい、そうです。わかります。まあ、やりゃできますから。その後はまあポジションをちょっとこのトゥーフォー見ながらやってみるとすると、終わったら次はこれでショーイングをすると、で、最後のこれがポイントなんですよね、またこれね。おしゃれなやつね。はい。これなんですけども、まずこのポジションを変える前に、この5弦だけ、まずこれ。左手の中指が5弦の14。14。4。で、人差し指で16。で、右手の人差し指で17。これを。いいですね、いいですね。そしたらこのね、ワンツースリー、ワンツースリーという動きを、そう、予言が14、16、18、全音ですか。全音です。おいいですね、いいですね、いいですね。で、続き3弦の14、16、17、そうですね。おお、最後2弦は15、17、19。そうそうそうです。リズムよくっていうのがむずいっすね。そうなんですよ、そうなんですよ。この走る。そこをこのいかにこうスムーズにこうね。テク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 っていくのがそのポイントなんですよ。何にもむずそうに見えないですもんね。いや、だから本当このぐらい楽に弾くこと大事なんですよ。で、その連符ができたならば一番最初にこの6弦の17を入れて、そうです、そうです。で、これでフレーズが、完成って感じなんですけども、あとはこのいかにこのブラッシュアップをするかって感じですよ。ヘイヘイヘイ、これはもう繰り返しだ。ヘイヘイ、どうでしょうか、画面の向こうの皆様もできましたでしょうか。まあ、分かんないところはですね、ビデオを巻き戻しながらですね、タブを確認したりとか、僕の指を確認しながらの繰り返しやっていただければって感じです。とりあえずまあ最初ね、できないのも当然なんで、まずコツコツです、コツコツと。まあ、表さんの場合はちょっとこのフォームがね、まだこの定まってない感じがすごくあるので、フレーズを進める前にまず一番最初のこの、はい、ここだけでいいんで、ここをひたすらこの楽に、そしてこのミュートをしっかり、そしてリズムよく、この3つですね、この3つをちゃんと実現するか。で、ぶっちゃけこの曲はなんていうのかな、その動かし方とかそのポジションの移動の仕方とかってそんなに変わんなくて、このね、ちょっと変えてるだけって感じがするか、はい、ここのところがもっとこのね、めちゃめちゃ上手い具合に弾けていけば、もう他のところも自然とうまく弾けるはずなんで、いや、本当最初のフレーズが肝心ですね。そうですね、この基本の動き、このフォーム、指の動かし方、はい、これがすごく大事です。肩から力が入ってフンってやってるうちはまだまだです。だってめっちゃ今俺首痛いですもん。さっき呼吸止まってましたからね。そう、無呼吸走法でしたからね。足組む余裕ないですか。全力です。全然そんな余裕ないから、もうこんなんすから。でもなんかだいぶいい感じに仕上がってきたんじゃないですか。いや、もう明日にでも。でもなんだかんだ言うても、僕も中学校2年生の時にもうアホみたいに練習しましたからね。そんな時期があっていいっすね。
大人になってから時間がないそうですね、まあ子供の頃はまあ暇ですからね、泥系しかしなかったです。中2の頃ですか？中2の頃泥系です。マジですか？あ、でも中3の時僕も泥系とかやってたんだ。意外と面白いですよ。なんかね、小学校とかに夜に集まって、そう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 、あの時が一番面白いです。で、みんなでこう全力で追いかけるから、そう、全力で転んで本気で怪我するやつとか出てきたりとかして、血とか普通に膝割ってますから、ね、本気で追いかけて本気に逃げるから割とガチで怪我する。マジで怖いやつです。ありましたね。表さん、これから練習すれば必ずできますから、はい、今日からもバシバシとまずこれをやってみてください。その時 LINE しますできたっつってムービー送りますかじゃあそんな感じで終わりにさせていきましょうか。何かありますか？やればできる。そうですうまい声のまとめありがとうございますそんな感じで、もしよければですね、表さんのチャンネル、まあ普通に美容師さんのチャンネルなんでね、あ、そうです、全然カテゴリー違うんですけれども、なんかもう本当に、ね、誘っていただけて嬉しかったです。あ、そうでもないです。まあこんな感じで、個性的なキャラクターしてるんで、なかなか面白い感じに。普通にこうですね、美容系のですね、そのトリートメントの選び方とか、パーマの仕方とか、ね、美容院の選び方とか、はい、ためになるチャンネルやってますので、とってもいいチャンネルでしたよ。なので皆さんもぜひチャンネル登録していただければ幸いでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それではそんな感じで今日はですね、珍しいコラボ配信ということで、ヘア&ライフ、表さんのコラボでございました。今日は表さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。では皆さん違うところでまたお会いいたしましょう。さよなら、じゃあねー。また歌いひそカフェで。あもしくは下行っても大丈夫ですよ。カフェでいいです。ありがとうございます。そんな感じでしょうか。すごい、でもなんかちゃんと上手くなってていい感じですね。いや、でも難しいっすね。こっちで限界でしたよ。ミュートがうまくいかないっつって。なんでですかね、言われて、それしかねえじゃんって気づくっていう。でも多分、楽にやろうとするからこっち思わなかったんでしょうね。でもまあフォームも正直あれですけどね。いや、そうだったんですか。なんかこれよく気づきましたねって思っちゃう。面白い。でも